Guys, we are back, and today we are starting the Mission 2 X2 Episode 1 Prologue BMSG Trainees. So, I'm guessing they're making a new group, right? With all the trainees. So, they're gonna give us episodes, and maybe they're gonna decide on who's gonna debut. I don't really know, guys. You have to tell me, are they making a new group? Or are people debuting individually? Are we just following trainees? Or are we making a new group? So let me know in the comments. And let's go! I'm so excited! Oh my god! I'm gonna see Reiko again. And I think Ran is a trainee. Who else is a trainee? Are we gonna get new trainees? I have no idea, but yeah. Guys, make sure to subscribe. And let's go! If you haven't watched my reaction to the BE:FIRST audition, you should watch that. 応援してくださってる皆様にも同じタイミングで、お伝えをさせていただきたかったということで、こういうオンライン記者会見という形を取らせていただきました。改めて BMSG 代表スカイハイです。本日はよろしくお願いいたします。BMSG ユニバーサル合同レーベル EU からデビューします。BMSG の新アーティストはこちらです。One artist? Woo! Five trainees, one debut.It better be Reiko. I want Reiko to debut! 男性8人組ダンス&ボーカルグループマゼル。マゾル?マゼル。幸福の意味を持つマゼルとメイロ、メイズ。There's Ran! Oh my god, Ran is in it? 情熱、ズィールを掛け合わせた造語です。マゼルが成功してこそ。BMSG が本物になれると心から強く思っていますので何卒皆様お力お貸しください今やるっていうのはすごい大事でしたもともと BMSG はそれこそ別に商業的な成功だけでやっていないというのがやっぱ強いのでブームをムーブメントにしてカルチャーにしていくっていうことが本当に大事なのでそのカルチャーの発展のためには一つのグループ。I'm happy for Ran though. I think he deserves to debut with like a group. アーティストの人数。Wow, he looks really young. もうその最初の5年間。He's cute. I like him too. This one is cute. This one is adorable. But I really like Ran because I know him, you know, and I think he deserves to debut. So right now, my favorite is Ran.まあ、増加させていくで自分のその見れなくなる範囲までは増やさずやっていくで5年間で一周させるというのはなんか創業期からプランとしてはあったので、結構、急がなくてもらえないことでしたね今記者会見の現場でですねマーゼルの8人はこちらを今見守ってくれておりますがそこにカメラは今日向けることはできないので、はい、ただそこにいてくれてますということだけは一応報告しておこうかなと思います We can't feel them? BMSG ではあの練習生デビューはしていないんだけれど、まあ、トレーニングを中心に活動していくトレーニング制度を設けていて、それはこう練習がメインなんだけど、so...This entire time, there was new trainees that we didn't know about. Because when you go on the BMSG website, you can see the trainees. But those people were not there. 要所要所で必要があれば表に出る活動もするという、まあ、準プロというポジションがトレーニーなんですけど、トレーニーに共通するのはあの全員トレーニングが最優先お仕事を受ける際もそれが成長につながるのかどうなのかっていうのが最優先という形でさまざまなことをやってきたんですけど、それでではこう将来的にグループをやるのかそうやるのかっていうことに関しても含めて
彼らの方向性自体がまだ彼ら自身も決めきれていないという状況からのスタートだったので、それをそのまま見ていてもしょうがないので、とりあえず一旦 BMSG としての2つ目のグループっていうのも作らなくてはいけないとはずっと思っていたので、疑似的に一回グループを組んでもらおうという形で、2つ目のグループキャンディデイトにあたる BMSG のトレーニー4人で、疑似的にグループを組んでもらいました。ちなみにですね、マーゼルに関してもう一つ情報を追加しますと、 BMSG ですでに発表されていたトレーニーからランがマーゼルのメンバーになっております。適性もそうだけど、グループをこう What about the others? What about Reiko? 簡単にはやめれないじゃないですか、当たり前だけど。本人の気持ちとかも含めてどうなるかわからないけれど、今の段階で疑似的にグループ組むっていうのはやってみてほしかったのがランとレイコ。で、レイコ is not in it? レイです。Right? They did so well together! 同じ気持ちの人は少なくない気がするんですよ、The First を見た人には。まあ、ランとレイコが同じグループにいる姿はやっぱ見たいなというのは。I don't know. Sometimes I feel like レイコ should be a solo artist. その一、彼らのファンとしての視点で、ランとレイコがいるグループが生まれると嬉しいなっていうのは強くあったので、でまあそれのバランスですかね。ルイと大輝と、あとアーティストで、おールイ大輝 is still a trainee? I thought 大輝 already has songs, is in albums. I was like, he's good. けど一応 I mean, ルイ、大輝 and Eddie Boy should be a group, like, right? I think they should be a trio.Like they're so good together. トレーニー契約のエディとの3名は、まあ、今回ではないだろうな。ラン、レイコ、可能ならば両方っていう人が入った時に、一番グループとしての姿が想像できるのは、表に出てなかったトレーニーであったカイリューと生徒であってというのは結構割と早い段階からあったので。兵庫県出身の大林カイリューです。Oh my god, I think I remember him. Did they all audition? Because if they did and I see the audition, I will remember. よろしくお願いします。まず海流。The First 終わってすぐ会社のメールアドレスにメールを送ってくれていて、ありがとうございました。海流くん本当に素晴らしいと思う、思考であれっていうメールは送ってて、それに返信する形で今。This is crazy. He didn't even make it to like the...I mean, if you want to put trainees, what about the ones that made it to the actual like training? There were so many that I liked that got rejected. まあ作ってるものとかカバーとか送ってくれたので、これは嬉しいなと思い。でもやっぱりダンスの基礎は絶対に海龍くんの場合はやった方がいいと、差し出がましいことこの上なしな。アドバイスを送ったんですけど、そしたら次のメールでその基礎練をやってるところを送ってきてもらって、 I remember him. 先生いた方がいいなと思ったので、トレーニー契約をその段階くらいからまず打診したのかな。例えばなんだけれど、そういうのは興味ありますかという。そしたら興味あるとかないとかどころはもう兵庫から東京に行きますということだったので、その情熱というかそこにもびっくりしたかな。 Wow. Wow, yeah. でトレーニーとして海流は割と早い段階から参加してくれてました。生徒はトレーニーとしては、まあ企画が始まる頃になるんですけど、もともとラッパーのサナリを通してシンプルに音楽業界の先輩としてなんか相談に乗ってほしいみたいな。その時は I wish they would tell us how old they are. BMSG 設立もしてないので自分でできうる限りの相談は返答はしていたんですけど、ただまあ生徒自体はザ・ファースト開始段階ではすでに芸能事務所に所属をしていて、ザ・ファーストに参加することはできなかったけど参加したかったんですという話は聞いていて、yeah, to audition, 才能のある方たちの宿題を改めて見せていただいてという形で、見せていただき、
生徒の合流と同時にミッションは始まったのかもしれないですね。And he's a dancer. Is he gonna be a rapper too? 今回のこのプロジェクトで一番難しそうだったのが、生徒、自分のアーティスト業、はい、プロデューサー業もある中での試みっていうのもちょっとでかかったのかなと思ってるんですけど、その辺は最初から不安とかはなかったの？いや、めっちゃありましたよ。めちゃくちゃあったし、めっちゃ難しいなと思ったんですけど、でも自分がフルコミットじゃない段階で走れないとねえ、どうしようもなくなっちゃうじゃないですか。 BMSG にはその BE:FIRST の知見が、つまり2022年段階で一番こうフレッシュな勢いのあるボーイズグループの作り方とかの知見は会社単位で持っていると思います。で、自分がそれを旗振っていたのは間違いないので、その自分がこうフルコミットできないっていうとどうなるんだっていうところはあるんですけど、まあ、ミッションミッションおよびマーゼルを成功させることができると、会社としても強いことになると思いますね。 What does マーゼル mean? マーゼル BE:FIRST2 を作ることだけは絶対に避けたかったので、うん、mm-hmm.音楽制作チームとか、yeah, that's good. そういうところも含めて割と差別化は しているししていくし、自分のその入る度合いのバランス、ここは完全に自分がやります、ここは完全に自分が見ます、ここはこうでないと良くないとかはあると思うんだけど、お任せしますの分量を増やしたいなとは思いますね。落ちて、その、まあ、BE:FIRST がいろいろ仕事をやってるっていう時に、まあ、なんか何も考えてなかったのと近いんですけど、その分先のことをずっと心配してて、こうなんか What about 10? I really liked 10. 自分は事務所に入ったのかとか、それこそこの先どうしようっていうのをなんか、まあ、最初の1週間ぐらいはずっと考えてて、BE:FIRST が出ていってて、それがめっちゃ悔しかったっていうのを覚えてて、Well, yeah, that's normal. その辺の記憶はちょっとあんまり薄いんですけど。You think that could have been me? Look, 10 is here. Is 10 not a trainee? I like him. めっちゃその1ヶ月間はなんか悔しいのと不安なのと、なんかいろんな思いがこうなんか交互に毎日来てる感じでした。現実逃避をしてたぐらいの勢いだったんですけど、まあ、そっからだからその舞台の仕事に入って一切考えないようにしたんですよ。その1回アーティストというもの一回も考えないようにして、今目の前にあることをもうやろうってなって、舞台が終わった後にコア君からそのテンクスの話をいただいた時に、あ、なんかやっと自分を見せれる場所ができたなってちょっと思えて、まだやっとスタートが前に立てたなってっていう自分が逆に悔しかったです。なんかやっと見せれた形が、まあ、自分が得意としてたものだったから、まあ、ダンスでなんかそれの嬉しみとともに、やっぱまだ自分ダンスでしか見せれないんだなっていう、こうなんかだからこそもうそれに全振りをしたというか、テンクスのその MV にもう気持ちを全振りしたから、なんかああいう作品ができたんだなっても思うし、ファイナルの時はなんかちょっと悔しかったっすね。どうしてもダンサーとしてはいいものの、果たしてアーティストとしてはどうなんだろうっていうのを考えちゃって、うん、これからどうなるんだろうなっていう、まあ、なんか期待とともにすっごい不安だったっていうのはあります。Oh, this is so sad. めちゃくちゃ悔しかった。Oh, my baby!
much. I want him to debut. 嬉しすぎて最終審査泣かなかった。Right? Do you guys remember? I was like, Reiko always cries and I cry, and the day doesn't cry. I was just like, oh my gosh, this is worse because he doesn't even cry. I have to cry for him. So sad. って感じ。なんかよし、じゃあいっぱい練習していこうっていう気持ちで、もうその時からなってて、なんか最終審査のシャイニングガン当たってる時からもっと時間欲しいってなってたから、正直あの時予想できてたわけじゃないけど、 なんだろうなんか、あ、うん、こう来るみたいな、なんかそういう予感をしてて、 で実際そう来たからふぅって感じだった、あの時は。 Oh, I wanna cry again. It makes me so sad. そういう気持ちでした。だから Better not cry. 泣かなかった。東京に出たのが10月です。引っ越して1週間とかの時は泣いてたから、ずっとなんか誰もいない、なんか寂しいみたいな感じになってたのに、12月くらいかな、そのくらいからなんか一人の時間が、あの貴重な時間に変わっていって、あ、多分そのくらいからお仕事がいっぱい来たから、そのおかげで一人の時間もなんか楽になりました。まずは One More Day のレコーディング、あ、Yes! Oh my god! One More Day! So good! とかやって、社長のアルバムに参加することもできたし、マットキャブさんと曲を作るっていう2回目の体験もできたし、自分の成長にめちゃくちゃいい影響を与えた。 That music video was so good! ずっと思ってて、なんならもうついこの前まで The First Final でも初めロッピツアーでも歌ってたから、やってよかったなってずっと思って、自分もやっぱ The First が終わってから半年経ったけど、半年でいっぱい、あの、なんだろう、自分の気持ちが分かってきたし、自分がどういう、あの、うん、どういう未来を歩んでいきたいかとか、だんだん分かってきた。I still was so mad because I was like, it should be me first. Oh, who is this one now? Do I remember? Is that the same one? You know what? I kept thinking, Reiko should be me first. He's not. So sad. こう韓国の方を志してて、この夢を持ったきっかけも、その K-POP のライブを見て、中学校の時にアーティストになろう、アーティストというかダンス&ボーカルグループのメンバーとしてデビューしたいっていう夢を持って、その時は正直韓国しか見てなくて、oh, yeah, because there's not a lot of options in Japan, ちょうどその時には、一回韓国の芸能事務所にいたんですけど、そこを退社することになって帰ってきて、まあ、日本にいたタイミングで、まあ、ちょうどコロナもあってちょっとどうしようかなってなってた時に、ちょうどまあ、ザ・ファーストのホームページをたまたまなんかオーディションないかなと思って検索して見つけたんですけど、そこに Yeah, remember it wasn't quarantine like. スカイさんのなんか言葉、なんか結構長文があったんですけど、あ、もうこれやんっていうのがすごい読んだ時に感じて、なんかうまくは説明できないですけど、なんかめっちゃそれを見つけた時になんか興奮したのをめっちゃ覚えてて、家族にもなんかすごいこういうオーディションがあるって説明してっていうのが、まあ、理由ですね。選んだ、他のオーディション決定まで選んだ理由ですね。もしかしたら当時は怒ってるっていう気持ちも、もしかしたらあったのかなって思うぐらいめちゃくちゃ悔しくて、多分一番僕が悔しがってたんじゃないかなって自分でも思うぐらい、もうそこに欠けてた気持ちが強すぎて、あとはうわもうダメだったどうしようっていう、もうちょっと絶望というか三次審査では圧倒的に自分を見せる力っていうのがめちゃくちゃなかったかなって、もうやってる時も大丈夫かなと思ってたし、放送見てからもすごい感じたんですけど、家族の中でもちょっと放送のことあんま触れないみたいな流れてて、結構その時は言っちゃえば、いやもう他の会社でデビューしてめちゃくちゃ売れてめちゃくちゃ後悔させたんねんってほんまに思ってたので、
めちゃめちゃ関西弁になってますけどめっちゃ苦しかったですね、あの時期は。 I mean, success is the best revenge. If you know you can make it, then go for it, you know. なんかその時通ってたスクールも他の大きな会社が運営してるスクールだったんですけど、まあとりあえずそこにいる時は、まあそこの会社でデビューして売れたら、いやそんな気持ちいいことないなとか、すごいそれでかっこいいなとか思いながら他のルートで売れたんねんって思いながら、もうどう考えてもいろいろ見て考えたら、一番行きたいのは BFC なんよなって思って思う。 This part was so sad when Skyha went to that room and talked to all of the people that didn't make it. It was so sad. たら結構荒れてましたね、その時期は。なんか、うん、自分でもちょっとどうしたらいいのか分からない。だからといってなんか突破口も全然見えてこないし、の中で一応調べたら随時募集のやつがあって、うわでもこれうーんでも受かるわけないかと思ったんですけど、あまあそれでまた拾ってくれなかったとしても、まあ送らなかったら 0% だし、送ったら 1% ぐらいは出るかもしれないしってことで、うん、もう送っちゃえって感じで送りましたね。最後はすぐ内見しに東京来たって感じですね。Everybody move into Tokyo。 中学校の時にそのブレイクダンス の, あの全国の大会 I already know I like him 取らせてもらったっていう。 I wonder if he knows Sota。 ミスターコンっていうのがあって、その全国のイケメンを決めるっていう、すごいなんか今になってちょっと思ったんですけど、最初関西1位になって、そこから全国 の, そのファイナリストが10人集まるっていうのがあって、でそこでモデルプレス賞っていうのを取って、そこから事務所に。 Oh my god, he's adorable! Oh wow, look at him, he's so cute! かわいいって思うんですけど、それがきっかけで、そのミスターコンのファイナリストで最初グループ、 How old is he? Probably very young. ダンス&ボーカルグループっていうのが作られて、 I like him. そこで、そうですね、ラップであったり、 Yeah, he's the rapper. Makes sense. ダンスの面に関しても自分の、 Usually the dancers are the rappers. やってたんですけど、まあ、やっぱり自分がやりたいのとは違うなっていうのがずっと心の中にあって、そのグループは卒業させていただきました。そのやっぱりアーティストっていうものに初め全然興味を持ってなくて、ただのダンスバカやったんで、でそこからアーティストに興味を持ち始めてから、あもっと自分本気でアーティストやりたいなと思って、やっぱり自分 の, の仕事 Do they have Instagram or are they not allowed to have Instagram now that they're in the MSG? 生活面でもあったり、やっぱ全然 The First も受けれないことになって、すごいもう Always got his nails painted。 そのザ・ファーストをみんなが頑張ってる姿見て、めっちゃほんま悔しい思いしてて、もう本当に初めて人生の中で僕めっちゃポジティブな人間やったんですけど、めっちゃネガティブな人間になってしまって、そっからめっちゃいろんな精神面とかが安定しなくなっていってって感じですよね。Oh, I love him! It might be my bias. Wow, right now I really like him.セイト、ハロー。 This is so sad because Reiko is not gonna make it in the group. のかなって思うのは、 So those were the four trainees they were talking about. そのなんか自分がこのままデビューしていいのかとか、それこそ本当に自分が納得のいく歌い方ができなかったりとか、じゃあ今のまま自分ってデビューできるのかなっていう迷いが多分あって、だそれが結果的に覚悟につながらなかったのかなっていうのは感じました。正直ダンスは誰にも負けない自信はあるし、
その見せ方だったり知識としても、well, is... まあ経験としてもそうだし絶対に誰も負けないとは思うし I mean, Saito, right? His name might be the best dancer now. それ以外のところがまだあんまり自分がしてないからあんまり思いつかないっていうなんか逆に自分が何ができるかをもうちょっと知りたいなっていうのはありますね歌を歌ってる時に自分がどうなのかとかその、まあ、例えばボーイズグループになった時に自分はどう見えてるのかっていうのはなんかまだ正直あんまり想像がつかなくて自分で音楽作っていくような自分らしく入れなかったら結局誰かの真似になっちゃうから真似していくだけなら世界なんて取らなくていいからだから、うん、もっと自分のこと知りたいなって思ってますいろんなこう新しいことに挑戦したりこう前やってたことにもう一回戻ってみたりとか時間をかけて、うん、いろんな経験してもっと考えていけば定まっていくんじゃないかなって思ってます僕あの送った理由もランレイがいたからっていうのもちょっとあって合宿見ながらいいなって思ってたの でそれが僕目線のあれで言ったらランレイが残ってくれたっていうのがあって今練習生になれば確実に レイちゃんとランがいるっていうのがでもし自分がグループに入れれば一緒にデビューできるかもしれないっていうのができたらなっていう気持ちのが強い2人だったんでその2人が合格していければいるもしデビューできたら結構自分の思い描いてたグループに近いんじゃないのかなっていうメールした要因の一つではありますね、うん、Yeah, I could see, I could see that目的も No, they didn't put Reiko into that group again Like, what are they doing with him? 活躍されてなかったにしても今までに比べたらその夢にだいぶ近づけたかなとは思うので、まあ、自信はありますね不安より全然自信の方が自分の立場ってどうなるんやろうって思った時になんか今までやっぱ、まあ、本音を言うと自分は多分みんなの笑いを取ったりとかすごいそういうキャラの立ち位置だったんですけど He looks so like happy and calm 多分このアーティストとしての自分は分かんないからちょっと格好つけたりもしようかな I can't wait to see, I want to see him dance and sing Show me Are we gonna see them dance? No常になんかみんなの間を取れてすごいポジティブなキャラで頼りになれるような存在になれればいいかなって思ってます客観的に見た時にやっぱ声とかは他とはちょっと違うところがあるしもうちょっと歌唱力ももっとアップさせて自分のこの声を生かしていければいいなって思います、まあ、不安もあるんですけどその期待の方が全然大きくてでもその分自分も頑張らないとなっていう BMSG で本当この一生が欠けてますマジでめっちゃ信じてます本当にこっちから明けろ的な目力すごく目力すごくWoo! What is it doing? Oh my god, look at him, he's so handsome. He's my fave, all of him. I mean, Reiko is my fave, you guys know that. I'm thinking Saito is in Mazel, but Reiko is not, so. まあいろいろあるんですけど話すことも話さなきゃいけないこともうちは、まあ、ノベルコアとかアイルザ・ショータとかエリーボーイとかのあのソロアーティスト、まあ、俺もいるしソロアーティストがいる一方で BE:FIRST っていうボーイズグループを作って
で2組目のボーイズグループはやっぱりあの2022年のどっかのタイミングで作りたいっていうふうに思っています。 Well, it's 2023 now. またもっと違った子が輝いている形っていうのをキャラクターがこう爆発してる感じっていうのを2つ目作りたいなって思うのが1個目。もう1個あるのはプロフェッショナルとしてデビューしてほしいなっていうのがあります。それはきっといろんな意味のメンタリティとか含めてもうプロとしてこういうことを発言していこう、こういう風な人間でいこうっていうことを高まった上でデビューするっていうのをやりたいなと思ってます。全部キャラクターが違くてムードも違くてそういったものがこう時にユナイトするっていう形のものが作りたいんだね。マーベル的な面白さをやっぱりちょっと追求したいなと思っているので、現状ですでにデビューしてもし今年のじゃあ下半期にデビューしたってなったとした子がいたとして、その時に BE:FIRST は1年前にデビューしてるわけだから同じことやってそこに追いつくってなんかイメージしてないよ。もう全く違うスタイル違うムードでしっかりとあのそれが何の面でもいいんだけど勝負という土壌に置きたくないんだよね。本当の意味でみんな違ってみんないいを作るために2つ目のグループがデビュー段階からプロフェッショナルであることはすごく大事なことだと思っています。そしてもう一個同時にボーイズグループなので集団でのデビューをしてもらうことになると思うので、これは何が一番必要かって言ったらあの互いのリスペクトっていうのを誰に対してでもし合っている状況になってないと絶対にもうこれはもう絶対にダメです。あのそれがまずないと次スタッフに対するリスペクトとかファンに対するリスペクトとかそういうものがやっぱ絶対薄れてくるし、あとやっぱり実際デビューすると割とまあ忙しいもあるししんどいいろいろしんどいからいろいろ大変なこと絶対出てくるんで、その時に一緒に活動しているメンバー同士にリスペクトがこうあるかとかリスペクトしていることをされているって信じれること、その2つっていうのはあのすごく大事なんですね。なぜ大事かって言ったら本当に それがないと活動できなくなっちゃうからね。パフォーマンスのクオリティにも影響するしモチベーションに当然影響するし、そしてスタッフやファンのモチベーションにも影響してくる。本当に大事なことなので、実際にグループとして活動していく心構えを身につけようというのが1個目、それで今から始まることだと思うので、3月4月とかにあたってはちょっとあの課題曲みたいなものを用意してみんなで歌い分けを決めたり集団で同じことをみんなでやる。 That was last year. 実際にやってみたいなと思います。だからこの4人でデビューするよっていう形にしますということでは全くないです。これでやってみてプロフェッショナルだとデビューするべきだというよりデビューした段階でこれはいける、すごいことになる、世界に届くっていう確信を持った上でデビューしないといけないのが2つ目のグループに昇和された宿命だと思うので、ここからの長くて短い戦い頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。あくまでも見たいものっていうのはそういった意味でザ・ファーストの時みたいに今回はクオリティとかクリエイティビティっていうものを見たいわけではなく、今回見たいのはグループのメンバーになった時にどういう輝き方をするのかっていうのが一つで、もう一個は集団でものを作っていく時にどういうふうに進められるかっていうことの方が大事だと思うので、極端な話曲はもう何でもいいくらいなんだよねっていう話してからこの曲聴かせるとなんか何でもいい曲なのかって感じ。いやあのちょっと古い曲にしようかなと思って意外性がある方がいいなと思ったので、この曲4人でちょっとやってみてくれないかなと思っております。 What song? Oh my god, what song?When are we gonna get to know all of them? Is there a teaser? Yeah. 意外性がある方がいいなと思ったので、この曲4人でちょっとやってみてくれないかなと。あ
Okay, so part two is coming on the 20th, 16, 17, 18, 19. Okay, part two, the thing is, it comes on a Friday, and on Friday I can't film. On Saturday and Sunday I can't film, so I'm gonna film on Monday and upload on Tuesday. So my reaction will be on Tuesday, every Tuesday. Okay, so guys, we're seeing four of them, but what about the other ones? What about Mazel? And also, why is Reiko not in Mazel? Oh my god. I need Reiko to freaking debut. So you guys explain to me, please. Because now we're following them, right? But when do the others come in? Do they come in after? I don't know. Because the thing is, we already know the group. They showed them to us. And we know already Reiko is not in it. So... And now I'm mad. Because that's my first time that I saw them. And I really thought Reiko would be in it. So I don't know what to think anymore. Like, what are they gonna do with Reiko? Okay, Saito, I really like him. Oh, I really, really like him. He's like, he looks very nice, happy. I really like his nails. I really like his smile. Like, yeah, I really like him. So yeah, we'll see when they're gonna add the other members. But because all the comments are in Japanese, I don't even know. I can't even know what people are saying. So let me know. And let me know what happens to Reiko now. This is so, I'm so mad because I think Reiko really deserves to debut. Like, I know they debuted Shota and I'm like, I'm super happy about this, but I mean, at this point, what are we doing with Reiko? Like, you can't tell him. I feel like they're giving him hope and then they take it away from him because they don't debut him. And do they not realize that when they put a cover or a video of Reiko on the channel, he gets so many views, like, people love him. He has fans, like, all over the world. So, I don't know. Plus, he speaks English. He speaks Tagalog, he speaks Japanese, like, he can dance, he's an amazing singer, he also learns so fast. So I'm like, what are you doing with him? Guys, tell me. Justice for Reiko, I don't know. I think now I'm gonna be annoyed because I know Reiko didn't make it. So, if we're following the journey of and I know Reiko is not gonna be in it, I'm gonna cry, it's gonna make me sad. Cause then when Reiko finds out he didn't make it, then we're all gonna cry. So yeah guys, let me know in the comments down below and I will see you next Tuesday, bye!